デジカンと GoPro が3台ずつ増えてるのがおかしいです。じゃあちょっと待って、よく考えてみ。その前、エブリオと1分1号ぐらいしかいなかったことは珍しい。それまでが貧弱すぎじゃね、ソーリー。去年それやってたんか、それは。よく言われてたもん。いや、お前さ、エブリオ感謝状がいいのよ、マジエブリオ。え、お前も今日楽しめたよな。ベテランとさ、新人の差が激しすぎる、うん、エブリオ先輩めっちゃ困ってると思うよ、今、うん、手本は急激に減ってるもんね。まあね、うん、夏はまあ使うと思うよ。まあね、シルエットなんかさ、俺 GoPro の節約しようと思ってるもん。 GoPro 使いすぎるから GoPro 立ち回れなくなるから、うん、GoPro のあの要はさ、セッション君は1時間粘れば1時間取れるわけじゃん。1時間粘れば1時間取れるってことは、エブリュー1時間粘りゃいいっていう話だから、結構多分俺エブリュー構えること多くないと思うよ、夏。どうやらなんか俺以外のメンバーはエブリュー使えないようだから。人にはね、向き不向きはやっぱある。だからお前がエブリュー使わなくていい、俺がエブリュー使うから、お前は GoPro を気にかけながら写真に集中しろ。うん、じゃあいいのね、向きの方に行け。いい、お前エブリオを永遠に使わなくていい。じゃあエブリオを構えた時の知識は俺一切捨てていいのね。いいよ、これからじゃあ、うん、もう俺ともしかしたらエブリオ使いが別に現れるかもしれないから、うん、俺以外エブリオ使いに期待するから、俺がエブリオ使いエブリオ使いになるよ、一人の。もともとそういうコンセプトはモデルだったわけだから、俺の誕生プレゼントだし、ね、うん、だからいいよ、別に俺がエブリオ使える。エブリオ任せろ、エブリオ任せろ。ただかわいい写真と動画編集頑張れよ。いやでもさ、2人さ、ほら今まではさ、カメラの数が少なかったエブリオの使い回しをしたけど、今はズームで単例でエブリオを使うから、そういう役目だから、単に星野はさ、写真動画を撮るとき機材が何もなければ A と使えばいいだけの話だからさ、うん、今日も実際使ってたもんね、写真撮るね、動画もちょっと撮るし。今までだったらさ、俺がさ、5から自分のスマホ終わった際に星野が動画撮れない状態でしょ。今はさ、あ、いいじゃんっつってプリッて構えることができるからね。チェって言ったらあれでしょ、俺みたいな感じでアイフェイスを書いたってことなんでしょ、店長の使い勝手が悪いから。たださ、ちょっとね、これも一応1000円ぐらいかかってるから、ちょっともったいないなってのもあるんだよね。あれに分ければ、動画の時用とさ、普通に普段用で手帳と分ければ。でもね、普段用もちょっときついんだけど、めんどくさいんだよこれ。じゃあもう手帳諦めろよ。あのね、いや、いいんだよ、手帳の方がいいんだよ、そこは嫌いじゃないんだけど、強いて言えば、ここを取り替えてほしい。ここをこっちに付け替えたいんだよ、俺は。なんかね、あの昔のさ、昔の俺の着方ってさ、こうな、まあ逆だけどさ、こうなってるのこうピッてやるのが好きだった。ピッ、ピッだったんだよ。今できねえで、これは。逆だからね。使ってるんだよ。それさ、手帳だとさ、めっちゃ動画撮りづらくね？俺じゃん。俺これか。それがこうだよ、ここにさ、指挟んで、だこれがすごい気になるんだよね。はい、リアルでしょ。あとさ、下がきついに持てないのきつくね、ちょっと芯って言ったら、これもあんま使わない。ジャンガーリングがあることによって芯オメガ持ちができるから、これはオメガ持ちか言われてる。ここで重く切れるからね。オメガ持ちは安定させると一人取りができる。出た、それあるよね。でもリングでもできるでしょ。リングでもできる。でもリングだとちょっと上向く。強いて言えば、一人の時は取りやすい。あ、でもそれはないかもしれない。一人でも取りやすいかもしれない。じゃあ、お前意味ねえやんけ。いや、リング結構優秀だよ。そこの作り方も好きじゃない。カップルさんです。こいつね、あれなんだ。一緒にシェアと見たからさ、水パックマンの言えるっつって、なんで動画でやったまった。
なんで動画だよ、俺開けたからこの動画と思ってわかる。あこれ何のパックマン、パックいつのやつ、ミズパックマン、レジェンドブラスト、レジェンド、あれやったっけ、あれやったっけ、あの最初4人のバトルのやつでしょ、スポッ、いや4人のパックマンのやつでしょ、あれじゃないんで、あれじゃないの、これマリオカードだよ、あマリオカードのキャラクター、ミズパックマンついてやつなんだって一瞬思っちゃったよ、やってねえよ、これ企画してたもん俺で俺一つ一つの曲今あんま愛着がないもん、秩父だ、秩父って呼ぶもん分かるでしょ、前だったら青天球の両方をマガタマを思わずにしなきゃいけないやつとかあったよなって言ったけど、秩父だわ秩父の道中、秩父は秩父、秩父今秩父1回目と2回目みたいな、そうそうそう、その全体で読んじゃうから、あ1回目の秩父、2回目の秩父みたいな、そうなんですよ、そしたら来週3回目の秩父、秩父あるから、あそっか、3回目の秩父はまあまあ面白そうだな、例えば吉田さ、何でしょう、話しとくからさ、何でしょう、木曜バイトあったっけ、木曜バイトないよ、ない、